前にも登場した六角箱を今回は音声解説で再登場させます。で、特殊紙を使って折った作品も登場しますが、これだと両面同じ色なので折り方はこちらの普通の折り紙で説明したいと思います。こちらはちょっと分かりやすく 17.5cm で折りたいと思います。まずは六角形から作りたいと思います。こちら半分に折ります。さらに半分にこちらへ折ります。開きます。こちらの縁とこちらの縁を真ん中に合わせて観音折りをします。一度片方開きます。開いたらここの下、ここを支点にこの右下の角がこの折り筋ここに合うようにします。このようにめくりながらこの角を折り筋に合わせます。で、合ったところでしっかり折ります。次こちら反対もここをしっかり押さえて、爪で押さえてこのようにめくって合わせて合ったところで折ります。こういう風になってます。はい、裏返しまして、今度は下のこの斜めの縁をこの真ん中に合わせるようにめくって折ります。こちらも折ります。折りましたらこことここのライン上で折るんですけど、鉛筆でこのようにまっすぐ線を引くか、このように裏向けてこういうふうに折ります。折って角をまずこのように合わせてから、この縁と折り筋も合うように気をつけながら折っていきます。そうしましたらここの線でハサミで切ります。これはのけて、こちらを開いていくと、はい、六角形ができてます。次はこのように三角になるように折ります。ここに山折りと山折りを見つけたらつまんでこのように重ねます。そうしましたら次はここ谷折りになっているので、ここをつまんで山折りに変えてから、またここを揃えます。で、同じようにまたここ谷折りなのでつまんでこのように重ねていきます。はい、で重ねていったらこのように三角の形になります。次はここの幅、ここの幅で三つ折りにします。ここをそのまま縁沿いにまっすぐこのように折ります。ここを揃えるように折ったら、こことここの幅が同じぐらいになれば OK です。で、こちらも同じように折り返します。はい、折ったらこことここのライン上でこういうふうにしっかり、ちょっと硬いのでしっかり折ります。で、開きます。はい、1枚2枚めくりまして、同じようにここの幅で三つ折りにします。
また念のためにここも折っておきます。はい、めくりまして、今度は最後同じように折ります。はい、開きます。次はここを立てまして、このポケット、ここを開いてこのように潰し折ります。ちょっとここ難しいですけど、ゆっくり開いて折ってください。こういう風になってます。でこちらもしっかりここを開いて、ここをしっかり押さえながら開いて潰し折ります。では残りも同じように折っていきます。次は1枚めくって、今度はここの折り筋でこのように折ります。こちらも折ります。でめくりまして、同じように折っていきます。次こちら少しずつ開きます。開いて、そここの折り筋があるんですけど、ここの下の折り筋をつまみながらこのようにしっかり折っていきます。でこの部分はちゃんとこのように重ねておきます。ここね、ここをこの形にしておきます。こうですね、こうなりました。こういう形になってます。そうしましたら、ここ真ん中あたりを人差し指、こちら親指で真ん中あたりをつまんで、ここ反対の指でまたここをつまんで、これごと、ここのペラペラの部分ごとをこのように下へこのようにめくりながら下げます。で下げた時にここ斜めになってると思うので、この斜めで折ります。で折った先がここの折り筋に来るように調整して折ってください。でこのように少しずつこういうふうに合わせながら真ん中に揃えて折ります。そしたらこういう形になります。で隣を同じようにやっていきます。あとはここずれてたら、なるべくここがまっすぐになってるように
もう一回ずらしながら調整していきます。こうずれてたら少しこのようにずらします。で、ここももう一度しっかり折ります。はい、これでこのまま出来上がりですけど、ここを少しこのように開いてもいいと思います。ここを開くとこういう形になります。こういった特殊紙で作る場合です。 B5 サイズなんですけど、こちらを四角に切る時の場合はこことここを合わせるように折ります。ちなみにこちらの紙は NT 打者です。で、次こちらを向けてここをめくりまして、ここの下の縁と合わせるようにこちらをゆっくり合わせながら折ります。はい、で、ここをカットします。で、まあ、カットした状態になるとこういう風になるんですけど、この状態で先ほどのように折っていってください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。